どうもゆうしゃです。いつもありがとうございます。はい、さあダークオーディンなんですけど、まあ、今回は戦うんじゃなくて、報告したいと思います。ダークオーディン、氷属性のやつを倒したのは動画アップしたと思うんですけれども、まあ、その後も少しこうやり続けてですね、ついに本日こちらですね、5属性撃破達成しました。ありがとうございます。はい、嬉しい。これでもアクセサリーめちゃめちゃ処分できるし超嬉しいです。はい、まあ時間かかったんですけど、それなりに楽しくやれたので、まあちょっとその話をちょっと報告というかしておこうかなと思いまして、まあ進捗具合ですよね。はい、今のところ5属性で、氷は動画上げてあるんで割愛します。次に撃破したのが確か炎パーティーです。はい、ちょっとパーティーを出してどんな感じの戦略でいったかを話させてほしい。炎は、まあ、覚醒ティナ使いました。でちょうどフェスでアーロンのチェインを取ったので、まあ挑み始めたんですけど、最初はムスタディオの代わりにバッツを入れていて、バッツとかフリオを試してたんですよ。で覚醒2枚で行こうと、まあ余裕がありそうじゃないですか。だけどまあ僕が下手くそなのが悪いんですけど、全然無理で、でなぜかというと、こう炎弱点のダークオーディンはバッファイをすごいやってくるんですよ。でどんどんその炎属性を強化されちゃって、で、まあ、ダメージが通らなくなるっていう、で魔石も減突しなくなって、まあ、辛いっていう状態 でそれでもこうロックのチェーンを使って、ロックの弱体の必殺を使ってなんとかしようとしてたんですけど、まあ、とてもじゃなくてゲージが間に合わないっていうことで、一度もう弱体マンと最強の火力で、チェインも大チェイン、この3つでちょっとちぐはぐですけど、物理と魔法はこれでいってみようと思って、まあ、ティナが強いんで、でこのパーティーで行ったら結構すんなりいけました。今アクセサリー外れてますけど、これはもう処分したからですね、中軽減の氷中軽減かなんかをつけてました。でまあ、戦略はもう本当に単純で、アーロンでチェイン、大チェインでムスタディオでひたすら、弱体の超絶を持ってたので、もうひたすら弱体でティナで、ティナの覚醒でガンガン削っていくっていう、まずブレイブを持ってるんですよ。ティナブレイブ持ってるんで、覚醒を少し温存しまして、最初ブレイブである程度解除してダラダラ戦っていって、後に一気に覚醒で削り切るみたいな感じで行きました。はい、で魔石を確か魔石の使うタイミングを魔石が解除される攻撃があるんですけど、その攻撃の直後とかに使って、まあ、なるべく魔石を長く、こう魔石の攻撃を長く保てるようにっていうのを多少調整したって感じですね。弱体6まで持っていって、まあチェインの中だときっちりそこを減突してくれたんで助かりました。で回復はローザとポロムで、まあ、ポロムで踏みとど張りながら、まあ、ガンガン回復していくっていうような感じのスタイルでした。はい、こんな感じ。はい、で、次ですね、次にやったのが、これです。聖属性は、ホープの大チェイン、魔法大チェインを取れたので、まあ、ちょっとやってみようかなと思って行ったんですけど、結構これ難産でして、最初は玉の代わりに、レムとか誰入れたかな、まあ、アタッカーを入れてたんですよ。ミンウとかで入れてたんですけど、あとはあれです、アグリアスを入れて弱体化させようとしたこともあります。入れてたんですけど、どうもしっくりこず、最終フェーズで削りきれないっていう、ダメージがどうしても足りないっていうことになりまして、で反射でいこうと、
タマちゃんのバーストのみなんですけど、反射で行こう。そして弱体はそこまで、入れなくてもリディアがきっちりダメージ出してくれるので、このデディアですかね、デディアをフルセイレンしたものを2つ用意しまして、タマちゃんとローザでもう打ちまくると。で割と回復は間に合うので、もうとにかくデディアを打ちまくって、ゲージが溜まったら回復みたいな感じで行きました。そしてホープがもう本当にすることがなかったので、とりあえずまあ召喚、聖召喚マディーンを、もう一つフルセイレンしまして、リディアを持ってるんですけど、でホープに持たせていて、もう一個はアレキサンダーかなんかですね、もうあの星4の召喚ですね。でホープに、あの宝石でもらえるオーバーフローを、オーバーフローとバースト、まといのバーストをもらってきて1000ずつ使いましたかね。2個目のレベル2を1000、レベル2を1000ずつ使ったかな。オーバーフローとバーストをもらってきて、で最終フェーズ近くまでは使わないんですけど、最終フェーズ近くでまあまとって、で最終フェーズでオーバーフローを連打するというような形で、ギリギリ削り切ると。リディアも奥義はないので、最終フェーズはもう、オーバーフローで、オーバーフローでを打ちまくって、で弾 の、 あの反射でなんとかギリギリ押し込むっていう感じでいきました。はい、ちなみになんですけど、今まで5属性クリアしましたけど、ほぼ全て全部ですね、全部フレンドは99999ダメージ与える攻撃、あれにしてます。はい、あれじゃないと、まあ、ちょっと最終火力が足りないパターンが多かったので、それにしてます。はい、次撃破できたのが水です。まあ、結構難産でしたね。あの各戦に前あるんですけど、漢字のチェインが配布のエッジのチェインです。でまあ配布なので、まあ、ちょっと大チェインを使ってる他のパーティーに比べるとかなり見劣りするんですけど、火力が、ただその分ちゃんと水属性の覚醒が2枚揃っているということで、これを存分に使いました。で最初エッジで、チェインをせずに、確かこれ1回目レッジャケ使って踏みとどとかヘイストとか分身を最初1ターン目やってます。それをやることでローザとポロムのゲージですね、にを温存して、なるべく温存して、後半に、メイヤが覚醒入ると反射も入るんですけど、水反射、その水反射を最大限利用するために、回復量を多くするために、最初の斬鉄剣、一番最初の斬鉄剣が来るぐらいまではほとんど回復を使わない状態でなんとか乗り切るっていうような感じです。そのためにポロムも、あのよくわからないリジェネ、あれメメントですね、祈りのメメントやったから、あれをつけてて、本来はローザがあのリジェネガがあるのであんなもいらないんですけど、あれを開幕に使うことで、ポロムとかリディアとかメイヤのあの HP が少ない組をギリギリで耐えさせるというような感じの戦略をとってます。はい、でメイヤもちょっとあのエッジのチェーンで序盤ではどうしても黒魔法だと幻突そのものをしてくれないということに気がつきまして、途中から、召喚を一つかまして、チェーンが少ないときは召喚を打つ、覚醒中ですね。でチェーンがある程度足りてる、もしくは強式レベルが低いときにはウォータージャを打つっていうような戦略でいきました。はい、これが結構うまくはまりまして、ズバズバっとダメージ入って、いったって感じですね。であとメイヤは奥義と、覚醒しか持ってなかったので、メイヤの、オーバーフローはまたあのポイントで1000ポイントでもらえたので、オーバーフローもらいました。で最終フェーズは やはりオーバーフローで打ち込むと。でエッジは、バースト持ってたのでバーストやって、またなんとかあのアビリティ使いまくってギリギリまで押し込む、チェインを伸ばすっていう作業をやりました。はい、で最後が今日クリアできたのが風ですね。風はいけるだろういけるだろうと思っていて、やってなかったんですけど、やりだしたらやっぱりそんなに難しくはなかったですね。ちょっとバッツを使うんで運ゲーな感じになるんですけれども、まあ、そんな難しくはなかったです。ポイントはバッツが
覚醒、罰覚醒でも全然幻突しなかったんですよ。とにかく、ダメージがしょぼくて、まあ、6800とかそんなのばっかりやったので、さあどうしようと思って、で一つまず、ちょっと小さくて見にくいかもわかんないですけど、レジェマテをガチャマテは持ってないので、あのダメージアップのガチャマテを持ってないので、とりあえずショーアップ、魔法剣ショーアップと中確率で2倍魔法剣にして、あまりロマンを重視じゃない仕様、ダメージをとりあえず少しでも出すっていう仕様にしてます。で A 個で、クリティカルアップ 50% をクラウドの強切りの手前ギリギリに入れて、バッツに 50% のクリティカルアップを与えてからクラウド 100% 持っていくというようなやり方で、バッツに、クリティカルアップを入れました。でそれをすることによって、まあ、6800とかそれぐらいなんですけど、最初一番強式レベル3の時はそれぐらいしか入らないんですけど、それがこう1万1000ぐらいまでダメージ出てくれて、無事、強式を解除すると。で解除してくれたらそのまんま、レベル2レベル1下がっていく段に関してはどん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 入っていくので、まあ良かったなという感じでした。であとはもう運ゲーというか、そのバッツがどれぐらい連撃出るかにもかかってたんですけど、まあ結局中確率1回分だけなので、覚醒しても最大3なので、ある程度計算しやすかったって感じですね。でチェインを伸ばして伸ばして伸ばしきったところでクラウドの強切りとかを入れてて、一番最大で強切りで6万 ×5 ぐらいのダメージが出た記憶があります。で最終フェーズはクラウドの奥義、クラウドのオーバーフロー、そしてバッツの奥義で、削り切れました。はい、A 子がやっぱ結構優秀でした。 A 子のクリティカルアップ、そしてトランス入って行動が早いのでゲージも溜まってくれて、結構厳しいところで踏みとどとかをうまく使えたかなっていう感じです。あとファリスの踊りですね。怒りの横にある踊りで、あの硬くなった時に即解除するっていう、そのタイミングだけちょっとやっていたのと、弱タイム入れないといけなかったので、魔石のシルドラ、そしてファリスのこれもいただき物でレベル1の宝石でもらえた、シルドラの弱体必殺があったんですけど、それをもらってきてそれを使いました。はい、でまあ、無事クリアと。結構、これはもう運も罰の運もありましたし、クラウドのタイミングとかもあったんですけど、まあいけましたね。はい、とまあこんな感じです。はい、で、これ以外のパーティーも、まあ、随時また挑戦していこうとは思うんですけど、まあ、とりあえず5属性やれたら、あのアクセサリーが5つ分揃ったので、まあ、非常にありがたい。あのダークオーディンやられる方は1体でも倒すととりあえず1個もらえるんですけど、この1個もらえるとまたダークオーディンにすごいあの効果的なんですよね。ダークオーディン結構あの単一属性だけで攻撃してこないので、意外とこの全属性軽減が役に立つしまして、すごい使えるので、まあ、頑張って、もしまだクリアされてない方とかおられたら、あの何かの参考になればと思います。はい、まあ、僕でもいけたので、多分どんな方でもある程度はあのやれると思いますので、あの体力をモリモリにして基本9999のダメージを耐える、踏みとどを使わず耐えるっていうのが結構あの全体を通じてのポイント、僕の中でのポイントになりました。はい、あとは最終フェーズをファブラメイジか以外で乗り切ったことがないので、まあファブラメイジありきでずっと戦略を組んでったって感じですね。はい、ではまあ動画にまた動画撮れたら動画撮ろうと思うんですけど、今ちょっとちょっと喉言わしてまして、長い動画を撮るのがしんどいので、まあ今日はこれぐらいで、はい、あの報告だけにしておきたいと思います。では皆さん見ていただいてありがとうございました。